おしゃれなだけのパスタだとなんか個人的にお腹にたまんないからそんな好きじゃないので、今日はお腹にもがっつりたまってまあまあおしゃれに見えるジャムベースパスタ作ってきます。いつも通りパスタを1分間だけ短い時間で茹でていってください。ワンパンで作るけど余ったお湯は捨ててる感じなので、たっぷりのお湯でグラグラと煮てって茹でてってください。パスタが茹で上がったらフライパンの中にバターを落とします。これをゆっくりと溶かしながらソーセージを数本炒めていきましょう。ドバッと。ナポリタンを作った時みたいに表面を焦がしてもうバキバキに皮が破けるまで加熱してください。溶けたバターをしっかりソーセージに回しかけて表面があまり乾燥しないようにしてやると美味しくなります。アロゼってんだっけ、こういうのよくわからんけど、しっかりとバターを絡めていく。ぐるんぐるんとね。ソーセージの表面が焦げてパチパチ打ってきたら自家製のジャムベースソースを入れる。こんなもんで。そしたら好きなチーズを入れちゃってください。で、これを全体的に焼いていくって加熱して、で、パスタの茹で汁を加えてください。ついやっぱりパスタの茹で汁すべて流しにぶつまけてしまったので、お湯ですが、まあパスタの茹で汁じゃなくても、どんとなります。こんな風に。しっかりとソース、ジェノベーゼソースを作ってあげてください。弱い火でチーズはしっかりと溶かす。そうするとコクが深くなります。こうなったらここにパスタを投入、手早く混ぜる。あとはお好みの温度になるまで炒めてってください。しっかりとパスタにまとわりつくね。濃度が好きなんですよね。もうちょっとかな。結構一体感が出ますね。こんなもんかな。あとはこれをしっかりとよそってあげて、でソーセージをトッピングしましょう。ハーブソーセージみたいで美味しそうだな。こんなかな。まずは上からブラックペッパーをバリバリやって、成長期の学生も大満足、がっつりジャムベースの完成です。味はどうかな。ソーセージの肉肉しさもパスタに加わっててめちゃくちゃ美味しい。よかったら皆さんも作ってみてね。バイバイ。